立吹田サッカースタジアム内にあるたくさんのスポットをご紹介していきます。新企画スタジアムレポート、私スタジアム MC 内藤朝香がこのスタジアムの魅力を皆さんにたっぷりとお伝えしていきたいと思います。それでは早速参りましょう。記念すべき第1回目はスタジアムグルメオインジーにお店を構えます焼肉カルビチャンプをご紹介していきたいと思います。さあそれでは、焼肉カルビチャンプ、店長の淡井さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず淡井店長、この焼肉カルビチャンプどういうお店なんですか？当店は、焼肉店がプロデュースする焼肉カルビチャンプ、名前の由来なんですけど、うちの社長がうちはもうチャンピオンにならなくちゃいけない、だからカルビチャンプという名前にしました。そしてガンバもチャンピオンになってほしいというのを込めて焼肉カルビチャンプになっております。なるほど、カルビもチャンピオンに、そしてガンバもチャンピオンに、そんな意味が込められているんですね。そうです。どんなメニューがあるんですか？ずらっとこういろいろ、あるんですけども、はい、一番のメニュー、おすすめメニューはカルビ丼になります。で、あとはプレミアム焼肉弁当、はい、で、通常の焼肉弁当で、唐揚げメンチカツ、あとは、おすすめメニューとしてターキーレッグを、当店おすすめしております。その中でもやっぱり一番はカルビ丼と。カルビ丼になります。とってもいい香りがするんですよ店長。そうでしょ、そうでしょ、食べたいでしょ。食べたい、はい、一回食べてみましょう。カルビ丼で、ありがとうございます。こちらです。はい、キムチが乗ってるんですね。そうそう、キムチが乗ってますね。はい、はい、どうですか？ちょっとじゃあお肉を、はい、いただきます。どうですか？焼肉店の美味しい甘辛いお肉がもうギュッとここに入ってるっていうのが伝わってきます。ご飯が進みそうな、ぜひ皆さんこちらね召し上がって、応援に挑んでいただきたいと思うんですが、淡井店長、では今日スタジアムにお越しの皆さんにメッセージをお願いします。新しく、できて皆さん新鮮な気持ちになってると思います。焼肉店も、新しく名前を変えてカルビチャンプになっております。まだご来店されてない方は、ぜひ、カルビ丼を、ぜひ食べに来ていただきたいと思います。あと恒例になってます、皆さん忘れかけてるかなとは思いますけど、昔バレー選手が、焼肉店は一番とよく、叫んでくれたので、ここで、みんなで一発、やりたいと思います。焼肉は店が一番。焼肉カルビチャンプ試合終了後9時過ぎまで営業していますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。以上スタジアムレポートでした。Jリーグ .jp をご覧ください。